カズレヤ東京店長の大田原由紀です。今日は新しいニューポマードのクレイファイバーポマード、性質とかちょっと細かい部分も伝えていければと思います。クレイファイバーポマードは、いわゆる今までうちが出していたクレイポマードとファイバーポマードの間の硬さと伸びの良さっていうところを狙って作った商品になります。クレイファイバー自体こうすごい伸びがいいんで、正直クラシックなスタイルでもできるし、動かすスタイルでも万能なんですけど、ツヤが欲しくないとか、ファイバーだけだとちょっと弱すぎるっていう方とかだったら、このクレイファイバーがマッチするんじゃないかなっていう感じですね。じゃあ実際にセットしていきたいと思います。今までクレイとかファイバー使ってる人は取った時に伸びの良さが分かるような質感になります。セットのポイントとしては、まず毛先に全体値まんべんなくつけます。この時根元とか狙わなくていいんで、ポイントとしては本当に全体に均一につけることが一番大事だなと思います。で、締めたい部分はしっかりまた押さえる感じにつけていきます。最初に毛先と中間を中心につけて、でどんどんこうボリュームをこう調整していくと、みんな入れやすいかなと思います。で、ある程度手ぐしでこのフォワードに行く毛流れ、ここがリバースになってる。で、この横の部分はポイントとしては、こう無理にね、こういう風にガッとかじゃなくて、自然と落ちるところに流してあげるとスタイル的にも綺麗になると思います。で、両サイドを収めて、で上のこの動きの部分は結構コームであんま整いすぎてももったいないんで、この長い部分で調整していきます。で、ある程度全体整えたら、最後全体のシルエットを見ながら微調整していきます。はい、じゃあこれで大体のセットが終わったんですけど、このテーパーフェードのフェザーアップの場合は、ここの横の毛があるんで、ちょっと後ろに軽くリバース気味にこう流してあげると、この前からのシルエットもここが締まって、シルエットが綺麗になりやすいのと、このモデルさんが結構癖が強いんで、この癖を生かしてあげて、その自然に行く方向に促してあげると、質感とまとまり方はいいなと思います。で、このポマードなんですけど、匂いがレモンの香りとシトラスフローラルの香りが入ってて、雰囲気的にはこう海のような感じの匂いになっています。で、改めて今使ってみて、クレイファイバーの特徴としては、従来出てたクレイポマードとファイバーポマードの本当にクレイの説得力の強いいいところも残しつつ、ファイバーの伸びの良さの本当に間のいいとこ取りをしたようなアイテムになってるんで、クレイが少し硬すぎたパターンとかで、ファイバーがちょっとホールド力が弱いなっつったら、クレイファイバーでっていう感じで、こうどのスタイルでも使いやすいアイテムになってます。本当日本のみならず世界とかでも、こうツヤがないトレンドを取ったりとか、もういろんな使い方ができると思うので、ぜひ皆さん手に取って使ってみてください。以上です。